株式会社セコニックは東京都世田谷区に本社を置く精密機器メーカーである。東京証券取引所市場第2部に上場している。マイナーチェンジを繰り返しつつ40年以上にわたって売れ続け、事実上の世界標準となっているセコニック製露出系 L398 通スタジオデラックス1951年の重光電機工業創業以来、写真用露出系を主力商品とし、かつては 8mm 映写機等も手掛けていた。また、光学機器、計測器の技術を活かして、オマール OCR 装置や監視カメラの製造を行っている。1971年にコニシロクからの複写機の受託生産を開始して以来、この分野の比重が大きくなっている。かつてはコニカ資本も入っており、実質上、コニカの生産子会社であった時期もあるが、コニカミノルタの成立に伴い資本提携を解消した。その後は、機械継承者、CBCTCS グループの傘下に入った。株式会社、セコニック株式会社、セコニック電子他に、海外現地法人として、下記3法人がある。セコニック本社がある、大泉学園ショッピングセンター。大泉事業所の西側に西武バスの都民農園セコニック停留所がある。かつて、大泉事業所所在地の周辺には、東京都練馬区大泉学園町と埼玉県新座市境にまたがる東京工場があり、バス停はこの工場跡に面した位置にある。現在東京工場跡地の内西側は、スーパーマーケット稲毛屋などが入る複合商業施設となっている。大泉事業所は建物の2階にあり、商業施設の看板などには当社のロゴタイプが入っている。東側の跡地には、日本出版販売練馬流通センターがある。なお、バス停の所在地は、新座市栄であり、大泉事業所住所は、東京都練馬区大泉学園町と案内されているが、現在、大泉事業所が存在するセコニックビルは、実際には、新座市にある。稲毛屋は、大泉学園店を名乗るが、こちらも、店舗敷地はすべて新座市側にあり、同社は、店舗所在地を、新座市としている。コラムニストの泉矢里の著書、大東京バス案内で、当バス停が取り上げられているが、セコニックが社名に由来していると知らず、農園との組み合わせからヨーロッパ風の農園が広がる様子をイメージして来訪したところ、実際の状況が想像と著しく異なっていたと記している。なお、都民農園とはかつて、東京都が計画していた都市住民に対して、レクリエーション農園を提供するという構想に由来するものであり、結果として実現はしなかった。バスの行き先表示や車内表示でのセコニックの英字綴りは長らくセコニックであったが、2000年代後半に入ってからサコニックに改められた。なお、かつては吉祥寺駅から都民農園、セコニック校のバスが頻繁に運行されていたが、そのほとんどの便が2つ先の新座境折り返し場まで区間延長されたため、現在都民農園、セコニック校は激減している。ありがとうございます。